皆さん、こんにちは。サッカー J2 への降格が決まったジュビロ磐田のコーチを務めていた元日本代表の中山雅史さん、ゴン中山の愛称で多くのサッカーファンから愛されています。ゴン中山さんは11月12日ジュビロ磐田のコーチの退任と J3 のアスルクラロ沼津の監督に就任することが発表されました。今回のワールドカップカタール大会から導入されたオフサイド判自動判定に対して、ゴン中山さんがアベマでの解説中に驚きを見せていました。ビデオアシスタントレフェリーの際に用いられるオフサイド判自動判定にはどういった性能があるのでしょうか。今回はそんなゴン中山こと中山雅史さんのアベマでのコメントや最新の VAR の性能について調査しました。まずは簡単なプロフィールからご紹介していきます。名前、中山雅史、愛称ゴン中山、生年月日1967年9月23日、出身地静岡県志田郡岡部町、現藤枝市、身長体重178センチメートル、72キログラム。過去の所属クラブ、1990年から1993から年ヤマハ発動機、1994年から2009年ジュビロ磐田、2010年から2012年コンサドーレ札幌、2015年から2020年アスルクラロ沼津。代表歴、1990年から2002年日本代表。ゴン中山こと中山雅史さんは筑波大学を卒業後、ヤマハ発動機に入社いたします。当時まだ日本のサッカーリーグはプロ化されていなかったため、サラリーマン生活も経験しています。1994年ヤマハ発動機がジュビロ磐田として J リーグに参戦することになり、ゴン中山さんもプロ生活がスタートします。その後1997から2002年の間にジュビロ磐田はステージ優勝6回、年間優勝3回と黄金期を迎えます。ゴン中山さんはその時の中心メンバーであり、数々の記録を打ち立てました。1998年4月15日のセレッソ大阪戦で5得点したのを皮切りに、4試合連続でハットトリックを達成します。この記録はギネスブックに掲載され、この年は最終的に27試合で36得点という驚異的なペースでゴールを量産しました。1998年のフランスワールドカップジャマイカ戦で日本におけるワールドカップ初得点を記録します。ワールドカップ本戦に初出場した日本は結果的に3戦全敗で敗退しますが、ゴン中山さんのこの記録は日本サッカー史に残り続けるものとなりました。2000年2月16日日本代表のブルネイ戦でゴン中山さんは試合開始3分15秒でハットトリックを達成します。この驚異的な記録は国際試合における最短ハットトリックとしてギネスブックに掲載されました。2009年、高齢になったこともありジュビロから戦力外通告を受けてしまいました。しかし現役に対して強いこだわりがあったゴン中山さんはコンサドーレ札幌に移籍します。結果的に怪我に苦しみ、札幌でもあまり試合に出場することはありませんでしたが、ゴン中山さんの現役最後の年となった2012年11月24日に45歳2ヶ月1日というJ1 最年長出場記録を打ち立てました。2012年に現役を引退することとなったゴン中山さんですが、 J1 通算157得点という2022年現在歴代4位の記録を持っています。現在と変わらず現役時代も明るいキャラで人気のゴン中山さんでしたが、実はこんなにもたくさんの記録を持っている日本サッカー界のレジェンドなのです。開催国で初出場のカタールは2大会ぶり4度目出場のエクアドルに0-2で敗れました。ワールドカップ開催国が初戦で敗れるのは22大会目で史上初となりました。開始2分38秒エクアドルのバレンシア選手にヘディングでゴールネットを揺らされましたが、ビデオアシスタントレフェリーでオフサイドと判定され、ゴールは取り消しとなりました。このオフサイドは得点シーンだけを見ると全くオフサイドはありませんでした。オフサイドだったのは
その前のロングパスを受けた選手の足がわずかにオフサイドラインから出ていたからという理由でした。 VAR の際に用いられたのは今大会から導入されたオフサイド半自動判定でした。スタジアムの屋根の下に設置された12台の専用トラッキングカメラを使い、ボールと個々の選手の最大29のデータポイントを1秒間に50回追跡し、ピッチ上の正確な位置を計算しています。収集された29のデータポイントにはオフサイド判定に関連する全ての情報が含まれています。アベマでスタジオ解説していた今中山さんは、足先がちょっと出ただけでオフサイド、これは人の目、画像をチェックではできないですよ、テクノロジーが進化したことでできるようになったと正確さに驚いていました。極めて分かりにくいオフサイドだったため、ネット上は中東の笛などがトレンド入りするほどでした。 FIFA の公式サイトによると、カタール2022の公式試合球であるアルディフラはボール内部に歓声計測装置センサーを搭載しており、難しいオフサイドを検知するためにさらに重要な要素を提供する。ボールの中央に設置されたこのセンサーは1秒間に500回ボールデータをビデオオペレーションルームに送信し、キックポイントを非常に正確に検出することができると説明が掲載されています。運用についてはトラッキングデータを組み合わせ、さらに AI を応用することで、味方のボールがプレーされた瞬間にオフサイドポジションにいたアタッカーがボールを受けると、ビデオオペレーションルーム内のマッチオフィシャルに自動的にオフサイドの警告を表示する。ビデオマッチオフィシャルは審判に伝える前に自動的に選択されたキックポイントと選手の手足の位置を計算して、自動的に作成されたオフサイドラインを手動で確認し、提案された判定を検証する。このプロセスは数秒以内に行われ、オフサイドの判定をより早くより正確に行うことができるようになると解説されています。観客や視聴者に向けた説明については、ピッチ上のビデオマッチオフィシャルとレフェリーが判定を確認した後、判定に使用されたものと全く同じ位置データがボールがプレーされた瞬間の選手の手足の位置を完全に詳細に示す 3D アニメーションに生成される。この 3D アニメーションはオフサイドの状況を常に最適な視点で表示し、スタジアムの巨大スクリーンに映し出されるほか、 FIFA の放送パートナーにも提供され、全ての観客に最も分かりやすい形で情報を提供するとしています。過去のワールドカップでもオフサイド半自動判定が導入されていれば、ゴン中山さんの歴代得点数も157と言わず、もっと得点できていたかもしれませんね。新しく指揮する J3 のアスルクラロ沼津での采配に注目していきたいですね。最後までご視聴いただきありがとうございました。コメントを残してくれると嬉しいです。チャンネル登録高評価もぜひお願いいたします。それではまた。